ぞ。春が来た、夏が来た、秋が来たお。吉永先生、お誕生日おめでとうございます。はい、まあ嬉しい。よく知ってたわね。そりゃあもう、いい香り。綺麗なお花ね。先生のイメージに合わせてみました。わ、うまいこと言っちゃって、ありがとう風間くん。おお。何かご用？先生。ん？お上誕日ご愁傷様。それを言うならお誕生日おめでとうでしょ。でも嬉しいわ。わざわざお祝いの言葉言いに来てくれたのね。二十歳過ぎてもやっぱり嬉しいか。悪かったわね。ほい。え？オラからのプレゼントだ。プレゼント？私に？わあ、かわいい。そうかね、これ。匂いもなかなかいいぞ。そう？ん？いろいろな香りが混じってるだろ？この匂いどこかで。これをトイレの消臭剤の。先生のイメージに合わせてみました。トイレに戻してきなさい。手もちゃんと洗うのよ。お、なんだ、いらないのか。じゃあオラ別のプレゼントする。いいわよ、別に気持ちだけで十分。遠慮するな。何でもいいから言ってみなさい。ダイヤかマンションか。お前は何金親父か。ねえねえ先生、プレゼント何がいい？もう粘着質なんだから。肝心な時にもこのくらい粘り強けりゃね。で、プレゼントは何がいい？はあ、そうだ、先生のお願い一つだけあったわ。おお、何でもいいから言ってみろ。しんちゃんがね、今よりもっと良い子になること。なんだ、でも困るな。オラこれ以上良い子になれないぞ。そんなことはないわよ。まだ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 努力の余地はあると思うけど。そう？そうよ。例えばみんなの嫌がることを進んでやるといいわね。よし、わかった。そうじゃなくって、先生はね、人のやりたがらないことを進んでやりましょうって言っているの。ほう。いろいろあるでしょ？空き缶拾いとか、おトイレの掃除とか。スカートめくりとか、嫌いな給食残すとか。違う違う違う！ほう、なかなか複雑だな。複雑にしてるのはあんただよ。うん。よし、よし。どうしちゃったのしんちゃん。不気味だよね。悪いことが起きなきゃいいけど。ん？もう！あ、先生、しんちゃんがなんだか変なんです。きっと悪いもん食べたんだ。信じられない。言ってみるものね。しんちゃん、やればできるじゃない。オラからのプレゼントだ。あなたって本当は素直な子だったのね。良い子になったのよ。良い子のしんちゃんと呼んでくれ。それじゃあ気をつけて帰りましょうね。はーい。先生、ご激いよう。皆さん、ご激いよう。こんなに変わっちゃうなんて。今までのしんちゃんは一体何だったの？あれは夢？そう、悪い夢だったのよ。
しんちゃん。はい、お別れの挨拶はご激んようじゃなくてご機嫌ようね。はい、わかりました。ご機嫌よう先生。あのすっとこどっこいが、すっとこどっこいじゃなくて野原しんのすけくんよ。もうすっかりいい子になっちゃって。信じられない。ああ、担任である私の実力かしらね。あなたの実力を考えたらますます信じられないじゃない。だったら自分の目で確かめて。そのひねくれた人生観変わるわよ。人生観が変わる、あのすっとこどっこいで。野原しんのすけくんよ。さあ、とくとご覧なさい。確かに人生観変わるわ。ほらね。ゾウさん、ゾウさん。え？ゾウさん、ゾウさん。そんな。ゾウさん、ゾウさん。しんちゃん！お、先生、おやすみなさい。おはようございますでしょ。あなた良い子になったんじゃないの。お、それは先生のお誕生プレゼントだろ。今日はもうお誕生日じゃないぞ。確かにそうだけど。一本取られましたわね。わ、自分が憎い。少しでも期待した自分が。